2024年2月3日18時20分これが淡井圭介の右手です。この辺りとか皮膚がボロボロになってますけども、格闘技の勝ち負けでこうなってる可能性が高い。野球とかとは違うと思います。で、片や左手がこちら、で普段ここまでシワはありませんね。その辺のところの謎もちょっとあれですね。右手の方の方がこの辺りのシワがひどくて、左手昨日見た時にはここまでこういうようにシワはなかった。日によって違う。睡眠時間に関して、昨日の晩に関してはそこそこは寝ています。だからそれが原因ではない。まあ、一応顔を見せておきますね。だから なぜこのような作用が現れるのか、特に右手のこの皮膚のガサガサのになってるところ、皮膚がめくれているような形に見えるでしょう。何かこう皮膚を渡して傷ついた選手の回復になってしまっているのか何なのか、だからまあその辺のところはちょっと僕にはまだわからないですね。これは調べる幅が広すぎて調べようがないような気がしますね。昔からですね、こういうふうな事象が現れているのは、まあ切れ込みじゃない分だけまだマシですけど。